スクリーンプラスをご覧の皆さん、こんにちは。飯島ひろきです。福野壮です。雑誌スクリーンプラスボリューム73にて、Hulu オリジナル悪魔とラブソングのインタビューが掲載中です。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、撮影のエピソードとか思い出ありますか？なんか現場がすごくとてつもなく明るかった。明るかったですね。みんな本当に元気で、なんかその良さが映像にしっかり映ってるんじゃないかなって、はい、僕は思います。楽しい現場で素敵なドラマを作ることができました。はい、Hulu オリジナル悪魔とラブソングは、6月19日より Hulu にて独占配信中です。ぜひご覧ください。以上、飯島ひろきと奥野壮でした。バイバーイ。